はい、こんにちは、文豪です。今日紹介するのはこちら。はい。えー、ラダイトさんのレザーラウンドジップペンケースマヤという製品です。えー、こちら、えー、ラダイトさんからご提供いただきましてありがとうございますということなんですけれども、これね、もう見るからに高級な えね、革製のペンケース、本革です、なんですけれども、まあ値段もね、しっかり9350円ということで、なかなかね、えー、しっかりした値段ではあるんですけれども、ウェブショップ限定ということで、これね、でもね、この値段ですけれども、非常に人気で、あっという間に売り切れます。で、あのー、ね、あの、ウェブサイトの方にアップされるとすぐに売り切れるので、もしね、えー、興味のある方は、えー、ラダイトさんの、えー、ツイッターとかをフォローしておくと、いついつ出ますよっていうのが出るので、まあそういうので、 見ていただければと思います。ということで、なんですが。まあね、これね、もちろん値段し結構しっかりしてるんですけど、物もやっぱりしっかりはしてるんですね。なので、まああの、全然ね、あの、革製品としてはまあそんな高いっていうね、印象のものではないんですけれども、なかなかペンケースでね、ここまでしっかりしてるものっていうとなかなかですって感じです。 で、えー、今日はね、えっ、ー、と、このペンケースのですね、ことをある程度ね、えー、機能性のものとか、あとはですね、えー、この革の話とかをした後にですね、実際にあの、僕の持ってる皮器具なんかを入れながら、これね、えー、どういうものが入るよとか、どのぐらい入るよっていうのを見てもらいながら、えー、行きたいなと思いますので、最後まで見ていただければと思いますという感じです。で、これなんですけれども、やっぱりね、この、ラウンドジッパーで、て、まぁ、あ、こんな感じですね。ラウンドのジッパーがついていて、平たく開く、まあね、 えー、フラットなタイプのペンケースですと。まあ、構成はすごく、ね、オーソドックスな形ですね。えー、右側にペンホルダーがまあ4つついていてで、1個がちょっと太めね。でまあ、まあ普通のが3つと1個太めがついていて、左側にはポケットが浅いのと深いののポケットがついています。でまあ、あとはまあこれが、まね、丸く閉じられるような形で、えーまあ、表面には、ね、このラダイトというマークがここ、ね、刻印が入っています。で そうですね。まあ、そんな感じ。なので、まあ、使い勝手としては、ま、あね、フラットなペンケースとしてはオーソドックスな形。内側にはね、えー、岡山ハンプですね。あ、ハンプじゃない、<laughs> 岡山デニムですね。あのー、ラダイトさんの得意な岡山デニムが入ってますということで、まあ、デニムの風合いがありつつ、そして革ですね。革はこれね、あの、このマヤっていう名前です。えー、ラウンドジップペンケースマヤっていうのの、このマヤっていうのは、えー、この革の名前なんですけれども、まあ、あのー、これあの、 まあ、メーカーのね、革の名前なんですね。なので、んなんていうのかな。これ、イルポンテっていう会社が、まあ、イタリアの会社なんですけど、そこが作ってる革で、えまあ、なんだろうな。他で言うと、布とかだとよくね、あの、登山用のやつとかで、ゴアテックスとかですね。あと、コーデュラーとかね。最近、あの、ほら、えー、ラザイトさんも使っているコーデュラーとかやってペンケースに使われてますけども、あれもナイロンの種類なんですけれども、別にその、 えー、一般名称ではなくて、そのブランド名なんですね。なので、あの、これね、材料にもやっぱりブランド名があるんです。で、このマヤっていうね、素材を使ってるんですけども、特徴はね、これ見ていただくと、ほら、なんかね、もやもやとした模様がありますよね。っていうのと、あと表面、ちょっとマットです。あの 皮っていろんなのがあって、つやつやの皮もあるんですけど、これちょっとマットな質感になっていて、もやもやとした模様があります。そして、よーく見ると、小さな傷がいっぱいあるんですね。傷っていうかですね、こう、ほら、あの、わしゃわしゃっとね、ひっかいたような傷が小さいのがいっぱいあります。ね。これもどういうことかという、あれなんですけども、皮っていろんな種類があって、これもね、本皮って言ってもいろんな種類があるんですけど、これはヌメ皮って呼ばれてる。 まあ、あのー、まあ、皮の中で、えっ、ー、とー、まあ、えー、これ、牛の皮です。牛の肩の皮なんですけれども、そこの皮をこう開いて、で、えな、ー、めすって言って、まあ、こういうね、皮の状態にするんですけども、表面加工の種類とかによって、まあ、いろんな皮があります。で、あの、この、この皮はね、あの、牛の皮の外側の皮をそのまま使っているので、あれなんですけど、時々よく言われる、あのー、なんか、床皮とか言われるのは、それの、 一層内側なんですねまあ、牛の皮、あの非常に高いので、実はこう2枚に削いだりとかして、ですね内側を使う場合もあります。そういうのは、や、まあ、柔らかかったりとかするんですけれども、すぐ床川って言われるんですねで。これ、本側ってよく言われるのは、大体その外側のやつを言いますよというので、で、えー、こっち、銀面って言います。あのいろんな感じで当てられる、あのね、あのー、 銀状の銀とかね。あのね、死銀の銀ですね。あの、あの銀で書かれる場合もあるし、金銀銅の銀で書かれることもあるて銀面とか言われるんですけども、この外側のいいところですね。牛の皮の外側のいいところをちゃんと使っている皮なので、これ本皮ってよく言われるやつの、まあ、ですね。まあ、どこ側でも本皮って言うんですけども、えー、です。で、それに、まあ、どんな加工するかによっていろんな風合いが出ます。 で、一番高いのは、もう、外側何もしなくても、牛の表面の皮がめっちゃ綺麗っていうやつですね。もう傷もついてないし、うーんーとなんか毛の生えが、これね、もともとはだから表面には毛穴があったりとか、いろいろしますよね。人と同じ。で、牛はあの毛が生えてますから、毛を全部取るんですね。毛を取って、えー、まあ加工したものが、 あのま革、あ、になるわけですけれどもその毛が生えていた穴とかがいっぱいあるんですけどそれがすっごい均質になっていて滑らかになっていてきれいなもので傷も1個もなくてシワも1個もないみたいなやつがめっちゃいいやつっていうのはあるんですけれどもそれはなかなかねあのー、まあ本当にね高級ブランドのね革のよくあるお財布なんかのツルツルなものに、まあ、使われたりすることはあるんですそれすごい高い。ね えっと、その次に色々あるんですけれども、これはですね、その表面を、だから、そうじゃないやつどうするかっていうと、表面を一回、こうね、あのー、こう、なんていうかね、サンドペーパーみたいなやつで、こう、ここをですね、あのー、取っちゃうんですね。一番表の層だけは取ります。 で、それをサンドペーパーをわーっとかける。ま、ああの、サンドペーパーって言わないのかな。まあ、一応ですね、そういうですね、あの、スクラッチ用の、あの、まあ、ペーパー掛けをするんで、バフィングペーパーとか言われたりしますけど、バフ掛けっていうのをするんですね。えー、っと、で、それで表面をちょっとね、あのー、取っちゃいます。で、取ったら、当然ですけども、やすりかけたような状態になるので、傷がちっちゃい傷がいっぱいついていたりとか、あとこのね、 もやもやもやってなってるのも、これも表面の取れ具合によって、まあこういうの模様ができたりするんです。まあこれを味というかどういうかっていうところはあるんですけれども、こんな風になります。で、普通ならば、んと、耐久性とかを持たせようと思うと、この後ここに、まあなんですかね、えっと、この、 まあ、顔料を入れたりとかですね。顔料を入れた、まあまあ、塗料みたいなもの、インクというか塗料というか、そういうものをですね、外にこう、塗布してあげると、こう、均質に見えるようになります。そうすると、このモヤモヤ模様は見えなくなるし、綺麗になるんですね。とか、あと、その上に、まあ、あれですね、あのー、まあ、樹脂が若干入っているコーティングをするんですよ。で、そういうのでコーティングしてあげると、ツヤが出るし、あと、まあね、 あの、なんて言うんですか水にかかったりとかした時にも、まあ、全然傷まなくなるわけですよね。だから実際、革製品として出ている、まあ何ですかね、カバンだったり何だったりの表面っていうのは、多くの場合は表面にそういう、まあ表面加工をするんですね。で、まあ水に強くしたりとかいろんな加工をするわけですけれども、この、あの、マヤっていうやつは、まあそのね、 あのー、ここを、まあ、表面をスクラッチして取った後に特に何も加工してない一応ねオイルは浸透させているので裏あのー、一応ですねまあオイル処理はしてるんですけどもでも表面に関して言えば取ったまんまなんですねっていう感じですだからマットに見えるしでもやもやしてるしっていうあとちょっと傷がつきやすいとか水が落ちたりとかするとあのー、シミがつきますという感じにはなりますっていうことなんでまあそこはね あれなんですけれども、ただ、皮らしい、なんかね、こういう模様がつくし、あとはですね、まあ、これ、最大の特徴はこれね、エイジングが早いってことなんですよ。<laughs> えっと、中にも実は、あの、まあ、含まれているオイルがだん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 外に馴染んで出てくるんですね、っていうのがあるのと、あとこうやって手で触ると、手の油吸うんですよね。なので、だんだん外からの油も吸います。なので、こうやってやってるとですね、使ってるうちに、 えー、だ,いだんだんこれがですね、艶が出てきてで、ちょっと色が深くなってっていうことが起こる布、あ布じゃない、革です。っていう感じです。 うーんとね、これであとちょっとだけわかるところは、これね、僕送ってもらったのあれなのかもしれないですけども、もしかしたら、あの、多少外に出てたかもしれないですけれども、こういう感じですね。えっと、ここ縫った跡があるんですけれども、ここの部分だけ内側が分厚いんだよね、ここ縫ってあるから。で、ちょっと出てるんだよね。そうすると擦るとこうやって外が、外から見ると、ここほらちょっと艶があるじゃないですか。で、こう色が濃いでしょう。こんな感じになります。 で、ここはだから、ちょっとね、中に縫い目がある分だけ、こう外から見るとちょっとこういう風になってますけれども、あとここもそうですね、擦れるとこうなるんですよ。で、擦れるとそこの部分が色が深くなってちょっとツヤが出るみたいな感じになります。まあ、これ今気が、気になるかどうかってのはあれですけども、これ長いこと使っていると、どんどん全体的に馴染んで深くなっていくっていう感じなので、で、これがね、早いんだな。で、エイジングが早いっていうのは、まあ割とね、 あの、木軸ペンケースとか好きな人がね、よくね、あの、頑張ってオイルすり込んだりとかしてますよね。で、エイジングエイジングとか言ってますけれども、まあ、ほっといて使ってれば、まあ、そのうちエイジングはされるわけですけれども、これなんかは、そのね、あの、変わっていく様を楽しめるっていう意味では、このマヤっていう川は結構ね、楽しめる系です。あと、ほら、川らしい、なんかね、あの、本物の川だよっていうのすごいよくわかりますよね。なので、まあ、ここら辺はですね、 うんーとー、まあまあ、革製品を楽しむっていう意味では、まあお手頃に楽しめていい感じかなというふうに思いますので、うん、革製品の楽しみ方っていうのの、まあね、えー、あれですね、とか言いつつも僕も別にそんなすごい革製品いっぱい使ってるわけじゃないですよ。ナイロンの方が楽なんでいつもライナイロンを使ってるんですけれども、まあ革って言うとそういう良さがあるよっていうことではあります。なんでまあそうやって使いながらね、 エイジングを楽しんでいくっていうのが木、まあね、軸好きな人なんかにはいいんじゃないのかなと思いますしまあこの中もね岡山のねあのデニムですしデニムもねこうだんだん擦れていくとそこのところの色が変わってきたりしますなので、まあ、あの荒っぽく使わずに普通に使っていくとですねだんだんいい感じになってくるかなと思いますで作りも結構丁寧であのー、まあこのえー、まあこうね えー、縫ってあったりとかするわけですけれども、いろいろ見ていくとか、まあ、革製品なので、まあ、大体やってるものも多いんですけれども、例えばこういうところです。えっ、ー、と、革のね、えー、小羽塗りっていうんですけれども、こういう端っこの部分、ちゃんとね、えっ、ー、とー、これ普通に茶色いけれども、えー、実はこれって、革って切るとここって、やっぱりね、あの、断面が見えるわけで、あの、白いんですよね。 で、中の皮の、まあ、白いって言っても、このね、マヤっていう皮は中まで色が染みてるやつなので、えー、まあ、黒は黒いし、茶色は茶色い断面なんですけれども、あのー、それでもね、やっぱり表とは違うケバケバがこの中に見えてしまうので、そこのところはですね、こう上ちゃんとね、あのー、塗料を塗ってあるわけですね。で、こう、わかんないようにしてあります。 これはこうやってですね、あの、全部ね、外に見えるところのね、小葉のところは全部こうやって塗ってありますよっていう丁寧な仕事になってます。まあ、こういうのもね、結構手間がかかるわけです。で、中の部分も見るとですね、これなんとなく普通にね、ほら、なんかね、あの、視覚的にパッと見た時に違和感ないようにちゃんとできてますけれども、実はここほら、こうやって横から見ると、えー、このデニムの端の部分も、ちゃんとね、 え塗装がしてありますよというここ黒い黒いのを塗ってありますでこれ黒を塗ることによって多分あのもちろんその何ですか見た目にここが白く浮かないっていうのもすごい重要だしそれだけじゃなくてほつれてきたりとかもしないんじゃないのかなと思いますけれどもそういう加工がしてありますねえまあここら辺のね あのー、技術的な問題とかいろいろに関して言えばもちろんね、すっごい高い財布とか見るとびっくりするぐらいそこのところに、まあ手間暇と神経使ってるってのがわかるんですけれども、まあまあ、それでもね、これでもちゃんとやってるっていうね。まあ、そういう。 ところは見えるなんかあのめ,っちゃめっちゃ厳しいことを言うと、こういうところね。ほら、えっと、皮の側面のところ、だこれ皮茶色だけど、こっちと同じ黒だし、皮の側面のところにはこのね、黒がちょっと手前に出てきてるじゃないですか。まあ、こういうところとかはあったりするんだけど、ね、皮製品めっちゃ難しいんですよ。あの、本当にお財布とかだと、何目でどこを縫うって全部決まってるんですね。で、皮製品の縫製っていうのは、他の縫製とはちょっと別格なので、いろいろと難しいんですが、まあ、 これあの日常のペンケースなのでというところでですね、そんな話はしないということではあります。でもね、あのー、まあ、ちなみにここまで話をしたのでついでにあれですけども、この皮使ってこれだけのきっちりしたものを作っておいてですね、ま、こういう手間のかかる加工もしていて9350円なので、あの、これね、実は多分これね、普通のショップで売っても良さそうなもんだけど、ウェブショップ限定っていうのは、これ利益取るためなんですね。 あの、メーカーさんのツイッターでもちょこっと触れてましたけれども、これウェブショップじゃないと売れないって書いてありました。で、それはね、まあ多分ね、1万円越したくないっていう思いはどっかにあると思うんですよね。あの、雰囲気としてはね、多分。 であのその中で、やっぱりその普通の小売店で売ろうと思うと、そこに利益を乗せなきゃいけないので、だってお店は安く仕入れて高く売るから、そこでお店が儲かるわけですよね、小売店は。あと、小売店に荷物を持っていくための、まあ、小売店に対してですね、まあ、いろんなメーカーからの荷物を集約して荷物分、えー、と商品を集約して、それをまあ販売する仲介のね。 問屋さんっていうのがあるわけですけれども、その問屋さんにも利益が必要ですよね。ってことを考えると、やっぱりね、あの、そこの部分を乗せて考えると、すごいね、あの、要は値段がその分上がっちゃうんですよね。で1万円では売れないみたいな状態が <laughs> 起こってしまう。本当にね、それはやっぱり何割っていう割合でそこにかかってくるので、 たいね、うーんと、一般の商品でいうと、メーカーが出す値段っていうのは、えー、問屋さんに出す値段っていうのは、だいたい半分ぐらいって思っておけばいいかなと思います。ね。えっ、ー、と、1000円の商品っていうのは、500円で、あの、問屋さんに出して、それが、ま、700円とか800円とかで、まあ、あの、あれですね、まあ、700円とかね、そのぐらいの値段で、ま、小売店に行って、小売店が1000円で売るみたいなことだったりするわけですよ。まあ、そこらへんの、まあ、前後のね、 えっと、割合っていうのは、ものによってとか条件によっていろいろ違うので、何とも言えませんけれども、そんぐらいやっぱりあの違うんです。これ、もちろん、ウェブショップにもえ手数料が支払われるので、そこでね、何割か持ってかれると思います。だから2割とか3割とか持ってかれたりとかするし、途中で、まあね、そのね、決済手数料とかもあったりするんですけども、それでも、やっぱりね、直で販売するっていうのは、そういうメリットがあります。その代わり ウェブでしか販売できてないので、やっぱりね、一般の店頭に広くいっぱい出すっていうことができないっていうことがあります。なので、大手のメーカーは普通やらないんですね。そういうことはやらないんですけれども、やっぱりこれは、 まああのまあ、ラダイトさんっていうそんなに大きくない規模で展開しているところが質のいいものを、まあ、高くてもみたいなものを少量で作った場合それをどうにかしてですね、まあ、売りたいけれども価格がいくらでも高くなっていいっていうわけじゃないっていう時に、まあ、そういうやり方が最近は割とね使われるようになってますけれどもそこら辺はねみんな理解してあげるといいかなと思います。 まあそんな感じですね。で、革製品とか縫製品っていうのは、これはあの、まあ逆に言うと、少量で生産してる分には初回のリスクが少ないんですね。あのー、まあ、なんせ革を買ってきて布を買ってきて、あとはミシンで縫うっていうか形なので、例えば初回に金型で何千万っていう投資をするっていうのがないので、そういうところで行けば、割かし、 ちょっとずつなら作れる。その代わり、まあ、ネットでもね、あの、すでに、あの、欠品され、してますけれども、多分これを作れる職人さんっていうのが、まあ、あの、大量生産の仕組みではないから、どうしてもね、えー、生産数が、あの、一気にドカンっていうわけではないし、ということですね。なので、まあ、革製品ってね、あの、その、縫える人数で決まっちゃうのでね。 あの生産量っていうのがね決まってしまうのでまあそういうところはあったりすると思うのでまあちびちびでは出てきている,いるみたいなのでそこのところに関してはですね、えー、ネットショップに出てくるのを待ってですね出る日が分かっていたらその日に頑張って買うという買い方がいいかなと思いますというこれもあの勝手な邪推なのでラダイトさんに違うって言われる可能性もあるので <laughs> あのそこら辺はすいませんあの僕は勝手にそう思ってますがメーカーって割とそんなところがありますと。 いう感じです。まあ、よくできてますよ。本当に。で、やっぱりね、この質感がいいのと、僕割とこういうの好きです。あの、表面に、あの、樹脂加工をするとね、あの丈夫なんだけれども、やっぱりね、あの、こういう手触り感の好きな僕としてはですね、なかなか皮の香りも結構します。なので、こういうの好きかなと思います。で、汚れることもあるでしょうと思いますが、それもですね、ほっといて長いこと使ってるとですね、それも含めて馴染んでくるので、えー、まあね、楽しく。で、あんまりね、 あの、すごい気を使わなくてもいいと思うので、普段使いに。まあ、1万円、それでも1万円なので、えっと、普段使いにしてくださいという感じですね。まあ、こんな感じ。このストラップの、ストラップてかのこの引き手の部分も裏がね、ちゃんとね、あの、裏打ちでデニム入っていたりとかね、結構丁寧ですよね、って感じになってます。ということで、可愛いいっていう感じです。ということ、じゃあ、どのぐらいっていう話なんですけども、これね、 で、あの、もちろんこれまで僕が色々と紹介してきてるペンケースっていうのはだいたい機能性があって20本入りますとか、まあ、立てたまま使えますとか、それ便利な話をいっぱいしてるんですけれども、まあ、これに関して言うと、え、そういう話はちょっと無粋だからやめましょうっていう感じです。これはね、もうね、完全にこのペンケースでペンを持っていって、まあこれをね、 あの、こうね、持ってって、まあ、なんか作業するときにこれを開けて、開いて机に置いてっていう、その所作を楽しむっていうところもあると思うし、この革製のものをね、カバンからこうやって取り出すところを楽しむっていうものだと思いますので、まは無理しない。ね。えなんで、ここは4本って言ったら4本にしといたらいいと思います。まあ、無理にね、間に詰めて物を入れるってこともできますけれども、まあ、これは <laughs>、 そんな感じにしたらいいと思います。で、どのぐらいのものが入るのかちょっとやってみたいと思うんですけど、もちろん、えっ、ー、と、まあ、ああのね、えぇ、ー、いろいろなんですけども、まあ、僕はね、割とマネ室とか使ったりするので大人目線なので、大人目線で行くとですね、えっ、ー、と、マネ室とかだとどのぐらいが入るかっていうと、この太い方は、えっ、ー、と、まあ、大体何でも入ります。えー えー、ペリカンの M 線です。これかなり太い方ですけども、これも入るので、えこっちのポケットには太いの入りますっていうのと、まあ、こっち側ですね。真ん中3つあるんですけど、3つのやつは、うんと普通の、まあまあ、例えばですけども、シャーペンみたいなものは、どんな、どんなシャーペンでも大体入ります。ね。えっ、ー、と、機能性のあるやつ、デルガードとか、まあこういうね、 あのー、クルトガとか、そういうやつでも全然普通に入りますし、まあ、これね、入りますし、という感じなので、シャーペンものとかは大体、入ります。で、あのー、ラダイトさんのね、これはね、ちょっと思ったんだけど、ラダイトさんが作った、このシャーペン、あのー、ね、今度8月に出るんだったかな、テックドローってやつですけど、こいつはね、めっちゃ細いので、逆にこれだと細すぎる、気がします。<laughs> これ、入るけど、 やっぱちょっとね、全体のあれからすると、ちょっとね、隙間が空く感じがします。これはこれでかっこいいんだけど、僕の提案としては、こっち、ね。これを使うのは、だから、テックドローを使う人は、もうちょっとラダイトの、まあ、あの、ハンプとかを使った、もうちょい細身のやつとかありますよね。ああいうのに入れてほしいかなと思います。ってことなんで、これは、まあまあの感じの、 やつでせっかくデニムでこの色なのでまあちょっとちょっと高級感のあるものを入れてあげたいなという気がするのでまあまあ例えばねロトリングとかこういうやつなんかねで、えっと、太いやつでもいけるんでこの間紹介した 3-in-1 とかみたいなねマルチペン入れたかったらこの辺でもいいですよねとかいうのも入りますよということでこうやってあげるとえー、ねほらなじみがいいですよねまあメタルでもいいんですけれども黒はやっぱりこれなじむよねっていう感じですね ななので、まあ、そこら辺かいろいろペンはあるんですけれども、でマルチ入れたかったら、もちろんね、あのーえー、と僕大好きなですね,、えー、とこれですね三菱のジェットストリーム 4&1 なんか入れられるんですけれども、えーとね、中がデニムで、まあ、ここちょっと折り返しがあったりとかするので、ちょっと引っかかり感があります。なのでここねグリップが やっぱりね、ラバーとかだとね、滑りがあんまり良くなかったりするので、えー、ここはね、やっぱりね、これ、これ東京ハンズ限定かな、ウッドだったりするんですけど、ウッドとかだとね、すごいね、この細い方でも綺麗に入るんだよね。これいいです。で、あとは、えー、手前味噌であれですけれども、こういうね、これスマートグリップって言って、まあ僕発案で作ってもらったですね、福島製作所の、えっ、ー、と、製品ですけれども、こういうのをつけてあげるとですね、 えー、うぬすプロダクトってやつで出てますけれども、こういうのに変えてあげると結構スルッと入ります。まあラバーのままだとどうしてもね、こ、こっちの細い方には入んないかな。で、太いの入れるんだったらこっちのマルチの方はこっちかなと思いますけれども、例えばこういうね、ドクターグリップみたいにしっかりグリップついててこれがいいっていう場合はですね、こっちです。もう太い方に入れるしかないですね。まあここら辺でやっぱりね、ぬるーって引っか,かかっちゃうので、そんな感じで入れてもらえれば、 まあ、ドクターグリップ入るんで、まあ何でも入るっちゃ入るんですね。っていう感じで、まあこの辺が、この辺入れられるかなっていう感じで、まあマルチ入れるならこんな感じ。あとはもうね、シャーペンとかボールペンとか好きに入れればいいんですけれども、まあここはちょっとね、えこういうなんか、 黒のマットみたいなやつを入れてあげると、まあそこら辺はね、良かったりしますね。あとはまあまあ、こういうのでね、皮だからっていうことで木で統一するみたいな人もいるかもしれませんが、S20 ね、S20 ですかね。まあいいんですけども、こんなのも、こういうところに入れたりとかしてあげても、割かしね、あのー、いい感じにこうね、えー、統一感が取れるかななんて思ったりします。僕は入れるとしたらいつも使っているのが、まあここら辺のですね、 えー、万年筆なんかでも、僕は好きなのはこういうね、えー、エラボっていうやつですけども、まあ、こういう万年筆なんかを入れてあげても結構綺麗に収まりますよと。万年筆でもちゃんとね、4本入りますよという感じです。ただし、うーん、気をつけてほしいのは、ちょっと気になるといえば、ここのね、部分、えっ、ー、と、デニムで折り返しているので、ここ5ミリぐらい、5ミリ、7ミリぐらいかな、ちょっと、もうちょっとあるか、えー、1センチ弱ぐらいの間ですね、ここが、 デニム2枚重ねになってますよということですねここがやっぱり分厚くなっているのでクリップがねあのタイトなやつは入んないですあのやっぱりここのところでクリップをグイって持ち上げなきゃいけないのでんものにもよるんですけれどもクリップがタイトなやつ例えばですけど僕とかで持ってるんだったらこういうですね、あのー、キャップレスとかこういうのはねちょっと無理くり入れるとね結構しんどいなっていう感じがするのであんまりおすすめできない。 ね、クリップがあんまりちょっとねちょっとかわいそうなんで入れないっていう感じですねっていうところがあります。あとねえっ、ー、と例えばこういうやつラミーとかはそうなんですけどもラミーのクリップとかってこれねこうやって動くんですけれどもこの形だとこれに入れるとわかるかな横から見るとほらこんぐらい浮くんだよね。 なんで、これってね、もともとこういう分厚いものに挟むことをあんまり想定してない感じがします。なので、こうやるとここが出ちゃうので、反対側にもガリガリ当たっちゃうので、こういうのはね、あんまりおすすめできないですね。という感じです。そこはだからちょっと相性があります。ね。という感じです。まあ、他は特にないかなと思うんですけれども、という感じなので、まあ、好きに入れろっていうことなんで、何入れたって別に構わないんですけれども、 ま、これは、だから、で、あ、あとね、蛍光ペンなんかもね、全然入りますよ。こんなんでも入れておけばいいかなと思います。まあ、あえてここら辺、スタビロとか入れておくとかっこいいかな、なんて思って、これち,ちょっとくっさビロ持ってきましたけれども。ま、あね、こんな感じで蛍光ペンなんか入れて、蛍光ペン、シャーペン、そして、えー、マルチペンあたりを入れておくとですね、まあ、これでも、これだけでも十分ね、普段使いにはいけるかなと。で、シャーペンで0.3と0.5とかいう入れ方もできますし、 まあここであえて1本は万年筆入れとくとかね。っていうのもあったりしますね。僕なんかだとお気に入りのね、シャーペンだと、例えばまあ僕は S10 好きなので10入れときますけれども、10入れてみたりとか。で、ここはちょっとせっかくなので万年筆1本入れとくかなと。まあ、シャーペン、蛍光ペンあって、まあね、万年筆とマルチペンあたりが入ると、もうこれだけでも結構な機能性になります。ということで。まあ、ほんでこんな感じですね。 まあこれらの想定の範囲内の容量なのでこれでいいかなと思いますでえっ、ー、とーああとねもちろんこっち側とかには定規とか入るんですけれどもここもね薄いのであんまり欲張ったものは入れない方がいいですまあだから普通のねプラ定規とかは入りますでまあメタルでももちろんこういう薄いやつとかだったらこれだと3 0ンチでもいけるよね ということで、まあ、こんなのも入ったりします。なので、まあ、こういう定規でもいいし、ま、あ自分の好きな定規入れといてください。まあ、ここ、こっちが出てるので、ここと干渉を考えると、こっちは下向きに入れた方がいいかなとか思ったりもしますけど、こんな感じですね。こうやって入れてあげれば、ま、あこれでもいいかなと思います。ちょっとクリップ当たるね。っていう感じなのでえ、神経質な方はちょっとここ気をつけた方がいいかもしれない。こんな感じです。で、 あと、えっ、ー、と、やっぱシャーペン入れる人だったらシャーシン入れたいと、あと、あまあ、それよりも前に消しゴムだ。消しゴム入れたいと思うんだけど、消しゴムポケットがないんだよね、これ。なので、えー、消しゴム入れたい人、まあ、こうかな入れるならこうかなとかいう感じじけど、ここでね、物って入っちゃうのもなんなので、ね。えー、ここはあえてリサーレとかにしとくとちょっと黒くていいかなとかね。<laughs> まあ、こういうの楽しむのも面白いよね。 こういう製品っていうのはそういうところもよかったりします。だこ,こっちかこっちに入れる感じで上の端か下の端にまあ消しゴム入れる感じですね。もうちょい細いのが本当はいいかなと思うんですけどもそんな入れ方にするとまあちょっといいかなと思います。ね。これ奥まで入れてちょうどね頭がこれだったら上でもいいかなと思います。上の方が本当は扱いやすいんですけどね。まあそんな感じですね。うん。 まあこんな感じで入れていいと思います。で、あとこっち側ですけども、シャーペンやってたら写真入れたくなるんですけども、写真のケースがね、だいたい今のケースちょっと分厚いんだよね。なんで入れると結構ボコって出ます。まあ締めれるけどね。全然これ入れても締めれるけど、ちょい、ちょい厚みが気になるかなぁ。まあそこで行くと、やっぱり、あのー、このアインシュタインシーンね、あの、 ペンテルさんの芯は割とね、ケースが薄いんだよ。このケースが、まあ厚みがちょっと薄いので、あと角がね、こう、薄く、こう、ちょっとね、なっているので、平たいペンケースに入れるんだったら、このシュタインの芯の、まあ、このぐらいがちょっといいかなと思います。ちょうどね、頭も綺麗に出るし、まあ、使いやすいかなと思います。なので、ここら辺もちょっとね、こいつが薄いがゆえに、多少工夫がいります。これ入れます。ね。 あと消しゴムも,もちろんこれでもいいんですけれども、例えばこういうね、えー、モノスマートみたいなやつだったら、こっちのポケットに入れても成立するかなという気はします。まああんまり欲張らないっていうことではあるんですが、まあこっち、こっちを、こっち、ここに入れるとね、どうしても開けた時にポロってなるのが嫌だっていう感じだと、やっぱね、このモノスマートあたりちょうどいいかなと思うので、まあ僕的な、個人的な、えー、おすすめからすると、モノスマートとかで、まあこれ出し入れがちょっとしにくいんだけどね。 奥まで入っちゃうので、ちょっとしにくいんだけど、モノスマートと、えー、シュタインの芯を入れる。まあ、嫌だったらこの中身だけ入れ替える。ね。はい、って感じで入れます。ね。あと、昔の芯とかだとね、あの、薄っぺらいケースも結構あったんですけどもね。そんなの入れとくといいかなと思います。まあ、定規も入れられるし、ということで、まあ、こんな感じですね。あと、まあ、強っていうなら、ね。えっと、付箋とか使いたい人。ね。あの、付箋とか使いたい人は、まあ、 え、やりたければこれもあるよということで、ま、これはあの、ここ付箋のクリップここ付箋ですね。これ割と薄っぺらいので入ります。これはあの、困った時のここ付箋クリップ、結構ね、よく使うんですけれども、こんなところに入れたりとか、ま、こういうところにつけたりとかできるので、こうやってやっとくとですね、ま、付箋使いたい人は、このぐらいがいいかなというふうに思います。取り出しもしやすいし、ね、って感じです。そのぐらいかな。うん。ま、あんまりね、これも、 何、あのー、ていうのかなこの道具に気を使いすぎるとあんま良くないので、まあ、このぐらいは詰めてもいいかなという気はしますっていう感じですねでこうパタッと締めるとこのぐらいだったら入れても全然普通に締まりますちょっとね、まあ、もちろんね、あのー、こう厚みがあるぞっていう感じにはなるんですけれども、まあ、これだとね、まあ、品よく出してこうパッと開いて使う分にはですねこのぐらいだと まあ収まままりもいいいかなと思います、まあこういう、まあ、メタルの定規じゃなくてもいいですけど裏定規とかでもいいねまあこんな感じですねこのぐらいかなっていうことでまああのー、このペンケースなんかねもっと入らないのかとかね言うんだったら他のペンケース使おうよっていう話ですねっていうことですっていう感じなんでまあここで諦めましょうっていうとこですね あとは、えっと、これペンケースなんですけども、使ってる時は、割とここがね、あの、ペン置きとしてはちょうどいい感じですね。なので、転がっていかないので、案外これいいかなと思います。使ってる時は、こうやってやっといて、ここに戻さなくても、この辺に置いておくと、転がらないので、まあペン置きとしては、まあこのぐらいのね、凸凹感でちょうどいいかなと思います。もちろん、ここにね、入れてこうやって締めれば、もう一本入るっていうのもあるんですけど、まあまあそこら辺は、 まあご自由にっていう感じですねはいそんな感じですということでなんでねなかなかよくできてますよねということでえー、ラウンドジップペンケースまあこういうのをね上手に大人として、えー、使いこなすというか綺麗に使っていくのもなかなかねおしゃれでいいなというふうに思いますついつい僕はね、えー、いろんな筆記号し,しょっちゅう試したいっていうところが、まあ、ありますんでね えー、これだけではいかないんですけどもんなんかねこれ触ってみて思ったのはやっぱりだからそのガチャっていっぱい入っているペンケースねもうあこの間、ねあのー、紹介した「デテクール」みたいなやつとか「デルデ」とか僕大好きなんですけれどもそういうペンケースは機能的にいっぱいいろんなペンを使いたいっていう時にはやりたいんだけれどもやっぱ人前で出す時とかね何かやっぱりこうちょっと打ち合わせの時にあの <laughs> ありますよねちょっとあの商談とか打ち合わせの時に「出る」でバカンって出してバサッてやっていっぱい出てくるっていうのはそれはなんかそのその場を作業場にしちゃうんですね出るでとかって。なんだけどこれはそうじゃないよっていう場所を作れるのでなんでまあ例えばえーどっかね あのー、まあまあ大人で仕事してればっていうところではありますけども仕事とかだと誰かどっかの会社の人とまあ商談をするって言った時にまあカバンから出すものって言った時にまああんまりねあのー、まあこれも結構大げさなんであれですけれども。 まあなんかそのちょっと出す時にやっぱりあの立つペンケースっていうのは結構大げさになるのであれはやっぱ作業向き自分が使う自分の空間での作業用ですねこれは誰かに見られても大丈夫ですよっていう感じはそれでもあると思うんですよねなのでまあこれまあ開けっぱなしにしてるとやっぱあれなのでこうやって閉めてあげるといいとは思うんですけれどもまあそんなところかなというふうに思うのでこれはやっぱり何ですかね あのー、ね持ち運んで使うって言った時に何かまあ、書き物をするとかうーんそういう目的が決まってるんだったらこれでじ、ま、だって4本入れば十分ですよね普通の人から考えたら。なので、えー、まあいつも僕が語っている「20本入ります」みたいなラインとは全くちょっと違うのでそこはね え、両立は難しいと思いますので、これを使うんだったら、まあ本当にこのペンケースを楽しんでいくっていう感じで、もう本当にもっともっと中身減らしてもいいと思います。ここら辺も別になきゃないで済んじゃうものもありますので、まあそこら辺はシンプルに使ってもらえればいいのかなと思いますね。ここもやっぱりこれでもね、厚みが出ちゃうっていうんだったらですね、 あのやっぱあの定規とかだとあの金属の薄っぺらい定規もあるのでって言ってあのこういうやつねこういう定規なんかにしてあげると厚みはまた減りますしねもっと減らせるしっていう感じでまあ不正もいらないかなって言ったらこのぐらいには収められるのでそうですねそんな感じにするといいかなと思いますなんかこういうところもねあの割とほらよく。 最近ねユーチューバーの人とかだとこう,こういうののコーディネートとかする人もいるじゃないですか。なんでまあここはやっぱりこの色でね黒とかで揃えて見せてあげてもいいと思うしということでですねまあここら辺はまああのー、こういうのでもいいと思いますよ。結構綺麗に収まると思うのでそこら辺はね、えー、こういうのでまあ4本自分のベスト4本だけ持つんだったら何にするかって考えるのもまた それはそれで楽しいことだと思いますのでえ自分のね1軍用ペンケースねということでえまあほにとっておきのものを入れてとっておきの感じで使うっていうペンケースとしてまあ使ってもらってでこれ以外にねまあ他にも蛍光ペンとかいるんだよみたいなやつはですねあのもう一個サブでねペンケース持っとけばいいかなと思います。という感じで使ってもらえればという感じですかね。 本当にあのー、すごいねであとやっぱりこれ使っててだんだんこのね、えー、自分の手の油とか内側の脂が染みてきてちょっとね馴染んでくるのがあのー、楽しみかなという面白いかなというふうには思いますのでまあこういうのはねやっぱ箱に入れて飾っといてもしょうがないので普段使いして使って味が出るっていうのがまあこれの何よりの え、面白さなので、皆さん、積極的に、せっかくだからこういうの買ったらね、積極的に使ってくださいということで、あまり、あの、ね、あの、むしろこれ汚れを気にして何かね、コーティング剤とかをしてしまう方がもったいないですし、あと、これあの、もちろんあれですよ、オイルとか塗り込んだりとかするとすぐエイジングするんですけれども、これはしない方が楽しいです。使ってって、だんだん、こうね、 えー、なってくるのがエイジングの楽しいところなので、えー、普通に使ってくださいというのが、まあ僕からのね、えー、まあ別にあれですし、あの、52なんですけれども、僕の、えー、おすすめだったりします。でも実に、ね、あの、嫌味のないというか、すごく素敵なペンケースだと思いますということなので、えー、興味のある方、これ、これ9350円お買い得だいと思いますので、皆さんぜひ、 ねえー、次の入荷のときにはです、ねえーまあ、頑張って買ってみてくださいとかね、あの興味のある方はあの探してみてくださいということで、今日はそういうお話でした。えー、以上です